皆さんこんにちは。今日は久しぶりにダイソーに行ってきたので購入品紹介をしたいと思います。ささっと行ってパパッと買ってきたので早速紹介していきたいと思います。まず1点目はこちらです。メイク小物スタンドハートというものです。ブラシを立てかけたりして収納できるものなんですが、リップとかも収納しても可愛いですよね。ハートで可愛かったのでこちら買ってきました。そしてこちらです。キキララちゃんのミニ巾着です。夏は私は日焼け止めとかスプレーを持ち歩くので、この中に入れて持ち歩こうかなと思ってこちらを購入しました。とこちらです。またまたサンリオなんですが、ミニポリ巾着を購入しました。2つついてるんですよ。こういうポリ巾着って旅行とかにあると便利なので買ってきました。お風呂セットとか入れたりするのにいいですよね。でサイズ感もミニなので細々としたものを収納しやすそうです。続いてこちらです。これは新作になるんですかね。くまちゃんグミというものです。シャカシャカできるポーチですね。マチがついてるので、結構いろいろ収納できそうです。この中に日焼け止めとかスプレー入れてもいいですね。で、ビニール素材なのでこれからの時期にすごく使えそうなポーチです。これはサングラスケースもあったので買ってきました。くまちゃんが可愛い。私はペンケースとして使ってもいいかなと思って買ったんですけど、いいですね、かわいい。ここにチャームつけてもかわいいと思います。あとこちらも買いました。ヘアゴムです。くまちゃんグミ、このスパンコールがすごくかわいいですね。中に入ってます。あとこちらマイメロちゃんのブレスポニーというものを買ってみました。腕につけたり髪結んでもいいですね。私はちょっと今お裾分けファイルを作ろうかなと思ってるので、それに使ったりとか、あと手帳とかに使おうかなと思います。あとはシール系になります。久しぶりに行ったのでいろいろシールを買っちゃったんですけど、まずこちらですね。マスキングテープ素材のシールでサマーシールというこの可愛い柄を購入してきました。あとはこちらですね。これはスイートカラーシールピンクというものです。これは前々からすごく気になっていて、インスタとか見ていいなと思っていたシールなので買えてよかったです。でもですね、この種類はいろいろあるんですが、ピンクと
このイエローしかなくて、こちらの2種類だけ購入をしてきました。また他の種類見かけたら買いたいですね。100円に見えないシールですよね。かわいい。使うのが楽しみです。続いてはこちらです。グミキャンディーシールというものですね。40ピースたっぷり入っています。キャンディーですごくかわいいです。こんな感じでマスキングテープ素材なのがいいですね。かわいい。あとこちらです。これはクマちゃんのグミです。中はこんな感じですね。色合いがすごく可愛いですね。はい。そしてこちらですね。これはハートとか星とか棒付きのキャンディーです。夢可愛い系のデザインですね。続いてこちらです。これはラムネと書いてあるんですが、ハートとか星のラムネみたいです。かわいい。中はこちらです。結構これは色がはっきりしていますね。続いてこちらです。これはフルーツというデザインなんですが、美味しそうなフルーツのシールです。はい。こう見ると結構リアルで可愛いですね。本当にフルーツグミみたいです。私は今回こちらの5種類買ったんですが、他にもいろいろありました。私はこのここだけ厳選して買ってきました。とても可愛いシリーズです。で、続いてが最後になります。こちらです。デザートの旅というステッカーですね。美味しそうなパンのシールなんですよ。こちらもマスキングテープ素材ですかね。結構リアルなパンのデザインで美味しそう。パンが食べたくなります。はい。こんな感じで今回はパパッと欲しいものを購入してきました。まだねちょっと気軽にお出かけとかできない時期だと思うんですけど、皆さんどこか行かれるときは気をつけてね、はい、行っていただけたらと思います。では今日の購入品はこちらで以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。